どうも、レオです。おはようございます。さあ、特にごめんなさい、何も考えずに、やってますけども。今日も朝ごはん食べながら、なんかお話できればな、なんて思っております。よろしくお願いします。今朝ごはんは、いつものです。前回はパン食べてるっていうか、パンの朝食の丼をあげたんですけども、なんか結構楽しんでくれてる方たくさんいらっしゃったので、性懲りもなくまた同じものを 作ってます。一応個人的に入れてるとすぐなくなっちゃうので、この麦のやつも一緒に入れてます。フルグラはだいたいいつものこの大きいやつで600円700円ぐらいなんですけど、ね、こっちもたくさん入ってこっちは200円ぐらいなので、ちょっとかさ増ししつつで、これがね、レーズンちょっとパラパラってやりつつで、豆乳で、フルグラをね、先に入れておくと、こっちの麦がね、しめしめに麦がしめしめにならないって言い方もっとないのかな、俺。ちょっと時間空いてもふにゃふにゃにならないように、フルグラの方だけ先下に入れてます。このポットなんですけど、沸騰以外にも60度から5度間隔で温度調整できまして、でいつも僕は70度ぐらいに設定してお湯沸かしてるんですけど、待ちきれない時はね、もう70度到達する前に入れちゃってます。今これ見たら65度、66度ぐらいでした。今何度ですよっていうのを教えてくれる機能もあるんで、はい、とても使いやすいです。
あ、危な。ギリギリか。ギリギリか。はい。真ん中？どっちか。はい。というわけで、おはようございます。いただきます。見えないか。今すごい曇ってた。うん。顎がちょっと映るか。もうちょっとアップにしとこう。よいしょ。うん。まだなんか。あ、でも別にいいか。そこら辺なら。すいません、いただきます。ちょちょちょ、やめ。いや、最近すっごい寒くなって、だいたいね、朝起きて18度、まあ20度ちょっと下回るくらいですけど、少しね寒くって起きるんですよ。早いね。でたまにね、日中30度 いかないぐらい、まあ、28度、27度ぐらいに行く日もあるので、まだまだちょっと暑いのかななんて思いつつも、でもね、体感はもうすっかり秋。うん、珍しい。なんか普段はあんまり秋って感じしないんですけど、毎年。あ、涼しくなってきたな、おお寒いな、みたいな。もう今もうおお寒いな、なんですけど。おお寒いなと思うのはね、10月後半とか、11月ぐらいな、ような気がしてたんですけどね、毎年。今年は冬寒いんですかね。
うわ、ごちそうさまでした。あまり量入れてないんで、いつも結構こんな感じで早いです。さすがにもう短パンで寝るのは寒いかな。そろそろ模様替え早いな。模様替えにはちょっと早いか。夏用のワイシャツとか、半袖のワイシャツとか、薄手のワイシャツとか、ここ数年で、まあ、結構増えて、まあ夏服でも今年あんまり着れなかったっていうのもあるけど、もうこんだけ涼しくなっちゃうと外であんま着ないかな。Tシャツ、半袖のワイシャツってよりはもう長袖かな。ちょっともう半袖シャツで夏気分っていうわけにはいかない感じになってきてるんですかね。まあ、東京に限っては、南の方はまだ暖かいところとかいっぱいあるでしょうし、特に今日なんかちょっと雨降ってて、空もね暗くてで寒いっていうのもあるんで、もうしまっちゃってもいいかもっていう気にさせられちゃいますね。まあ1着ぐらい出しといて、あとしまっちゃおうかな。夏服のいいところはかさばらない、僕はね今、まあ、タンスっていうか、クローゼットの中にこのぐらいのね、もう少し大きいか、このぐらいのアクリルじゃないな、なんか衣装ケースみたいなのを、2つ入れてまして、で、まあ、このぐらいの衣装ケース2つに全部入っちゃうんですよ。上の段にズボンパンツとか入れてて、で下の段に T シャツで、まあ夏だとトレーナーとかセーターとか着ないじゃないですか。なのでまあ結構その物の量としては少ないから、
すんなり入るんですけど、これ衣替えしてこれを今度冬服の中に入れようとすると結構パンパンになっちゃうんですよね。まあでも別にそれは関係ないか、普通に2月、1月、2月、今年のっていうか去年の冬か、あの時は入ったんで、まあ、全然気にすることじゃないですけど、T シャツがね結構今増えちゃってて、で柄物の T シャツ、まあ、無地のももちろんあるんですけど、普段生活してるとやっぱり夏はエアリズムしか着てこなくて、で他にも白 T とか、なんかミッキーの T シャツとかいろいろあるんですけど、そういうのね全く最近着てなくて、着てないやつちょっと処分しちゃってもいいかななんて思ってますね。あんまりその服に頓着しなくて、着ない服はもうどんどん処分しちゃった方がいいかなっていうふうに思っちゃう方なんで、なんか思い入れが、まあ、どうしてもね物って使ってると思い入れが出ちゃうんで、誰かからもらったものでない限りは僕は物って結構捨てやすいんですけど、あ、この服、この T シャツ買うのにすごくネット探したなとか、運命的な出会いを果たしたなみたいな、そういうエピソードとか考えちゃうとなかなか捨てらづらくなっちゃいますね。だそう考えるとね、旅行の時に買った T シャツとか、ディズニーの T シャツが多いかな、残ってるのだと。自分で買ったものはね、もらったやつは一応除外しといて、あんまり着てないけど気に入ってるミッキーの服、これがねすごい捨てづらい、あんま着ないのに、せいぜい今着るとしたらディズニー行って、遊ぶ時用になんか着たいじゃないですか、やっぱディズニー行くとそのディズニーっぽい服をその時用に取っとこうかなぐらいなんですけど、ちょっとまとめようかな考えます。ちなみにその僕のうちのクローゼットはそのさっきの2段の衣装ケースに、まあ、T シャツとかズボンとか入ってて、で衣装ケースの上ってなんか置けるじゃないですか、置けるところにその衣装ケース何て言えばいいんだろうなの上にカゴ金網のねカゴを2つ乗っけてて、でこっち側に、靴下とか、パンツで、こっち側に普段よく使う
T シャツを置いてます。あ、そう考えると T シャツが上にあって下にもあって、だからやっぱ増えすぎてんなどうにかしよう。で、他にワイシャツ系とかが上のラックに全部引っ掛けてあって、たまにしまうのめんどくさい T シャツとかもそのままハンガーごと干したまま引っ掛けちゃったりとかしてます。ワイシャツはね、ちょこちょこ増えてきてはいるんですけど、まだね、処分しなくてもいいかなぐらいですね。もちろんあんまり着ないやつとかもありはあるんですけど、あるはあるんですけど、まだ上は余裕があるんで大丈夫かなっていう感じですね。しまう部分がちょっときつくなってきたら少し減らそうかなっていう感じなのかな。あと実家にある服とかももうどうにかしないとな。大体もらったものが多いけど、そっちはそっちで。高校の時の、ネクタイとか、高校僕ブレザーだったんで、そのネクタイだけ取ってあるんですよ。制服多分ね、勝負しちゃったと思うんですけど、高校ジャージとか、あとなんだろうね、クリーニング出したまま着てないワイシャツとかずっと袋の中に入ってるあとは舞台やってた時の、ノベルティの T シャツとか、昔スタバで働いてた時の、今あるのか分かんないですけど、毎回その新商品が出た時って T シャツを配られてたんですよね。まあ物にもよるんですけど、それの T シャツとかね、スタバの T シャツとか、あのね、まあこれ言っちゃうとどの時期に俺働いてるかっていうのバレちゃうから言えないですけど、あんまり着ないようなね、柄っていうか色合いでね、気に入っててそれは取ってありますね。そう考えるとそっちも T シャツ多いなそんな感じですかね。ちょっとこれ片付けたら軽く見てみようかな。あー、でも今日ゴミの日だった、出しちゃったんだ。まあいいや、まとめるだけまとめてみよう。よし、じゃあ食器洗って、見ていきたいと思います。
ここまでご視聴ありがとうございました。また会いましょう。では。